ユリアが生きていた。ケン、あなたとの約束を守れなかった。それほどにこの俺を。ユリア、死ぬな。傷一つ負ってはおらぬ。我らがお助けいたしました。お前たちもユリア様に仕えるなんと五射精の一星、海の竜、山の不動、ユリア様をお迎えに参りました。なんと正統血統として死すべき時までユリア様を守護するのが我らの務め。ならばこの神が守り抜いてみせるわ。いえ、恐怖の望郷星が近づいております。ラオウが。神様、ラオウの性格は知っているはず。ユリア様の心が開かねば、無言のもとに殺しましょう。早く行け。ユリアが死んだとなれば、ラオウもうまい。神様、あなたはあえてユリア殺しの悪名を。生かせ。いずれ俺かケンシロウ、どちらかが再びユリアの前に。その時まで決して死なすでないぞ。正体読めた。ジューザの魂をよみがえらせる人間はこの世にたった一人。この剣王にふさわしい女、ユリアの他にないわ。ユリア、従順か死か選ぶがいい。世が世なら万の軍勢を操る天才軍師よ、この部屋全体が殺気に凍りついておるわ。もはやここまでだ、ラオウ。策を弄して時間を稼ごうというのだろうが、すぐに片付けてくれるわ。ケンシロウ様、早く、こちらです。ラオウの元に案内していたのではないの？何を言われます。今ここでユリア様と落ち合うことになっているのです。ユリアとは会えぬ。ラオウある限りユリアに生はない。剣は。申し訳ありませぬ。どうしても引き止めることはできませんでした。私はあの人を待つために生きてきました。待ち続けるのが私の宿命。そして剣との約束、ラオウとの戦いを終えて帰ってくるまで待ちましょう。いつまでも。さあ、リハ、あの世に行くがよい。ラオウ、そこまでだ。震える望郷星、死すべき時は来た。哀れ、ついにユリアを諦めたか。ケンシロウ泣き、ユリアはこのラオウがもらってやるわ。ケンシロウ様、なぜユリア様と逃げなさらぬ。
来たのだ。油断したわ、ケンシロウ。ウヌがどれほど強大になっていようと、この天の覇者の前では赤子同然。奴の肉体は二度砕けているはず。なんという悲しい目だ。まさかこれが龍拳が最後に言った北斗神拳究極奥義、無双転生。この世で最強のものは無、その無より転じて生を拾う、それが無双転生。それは悲しみを背負った者のみが成し得る。選ばれた男とのみ戦い、流されていった血がケンシロウ様に脈打つのか。戦いの悲しみがケンシロウ様の体にあらゆる奥義を刻みつけていった。その悲しみが深ければ深いほど。バカな、このラオウが震えて。それが恐怖というものだ、ラオウ。末帝のケンシロウに恐怖を認めぬ。ましてや俺は北斗の長兄、俺に後退はない。あるのは全身勝利のみ。無双転生など理に砕いてやるわ。受けてみ、このラオウの無敵の剣、天正本烈を。俺にも後退はない、ラオウ。今こそ野望を果てる時だ。この目をえぐれ、この腕を砕け。されどお前には死あるのみ。いや、最後の仕掛けが伏せて。天はこのラオウを望んでいるのだ。ユリア様、早く手当てをしてやれ。あなたの力を読めなかったばかり、余計なこと。この利薄、一生の不覚。触れるもの全てを打ち砕く、荒れ狂う暴挙生となろう。